じゃあちょっと質問をいただいていたのでお答えしたいと思います。一つ目はグマさん、インスタグラムの練習風景を見ていると手をゆらゆらとか体が柔らかく使うにといったことを気にされながらされているようだったので、私も真似をして練習してみたら軸芯までゆらゆらしてしまったようで、ゆっこちゃんのようにうまくいきませんでした。スイングを見ているとクラブにすっごく効率的に仕事をさせられてると思うのですが、スイングで一番気にしていることポイントは何ですか？そうですね、前は結構もうテイクバックでこう左肩入れてとか、こう捻転深くダウンスイングで腰からとかいろいろ体で考えてたんですけど、最近はクラブを主体に考えるようになってきて、で私は基本的にはそのドローを打ちたいんで、なんか出玉を意識して打つっていうのを最近は気にしてますかね。カット打ちだったら絶対にこうフェースが開いて当たっちゃうとか、そういうのを考えて打つようにしています。なのであんまりなんか体はあんま意識してないですね。はい。で2つ目、丸岡さん、スコアが縮まったことに直接つながったと実感できた練習内容、過去パット練習とかアプローチ練習とかクラブを変えたとか。そうですね、やっぱりその100ヤード以内のショットがやっぱこう安定してきたら、こう悪くても3打目で乗ってボギーっていうのがやっぱ取れるようになりました。そうです、やっぱりもちろんそのパット練習とかも大事なんですけど、まずはやっぱ3打目で確実に乗せてボギーっていう、なんかボギーペースで回れるようにっていうのを意識したらスコアが縮まりました。はい。と3つ目、田代育夫様、とすごい情熱で何の見返りも求めずまっすぐゴルフに真摯に向き合っているように見えます。見えます、感じます。その原動力は一体何なのか気になります。そうですね、今ゴルフ始めてほんと丸3年経つんですけど、ゴルフを始めた時からこうすごいハマってしまって、こうゴルフを始めた瞬間からもう私すぐスクールに通ったんですけど、全く分からなかったの でスクールに通ってレッスンが終わりました。なんか今ちょっとなんか掴みかけたのにっていうのでいつも終わっちゃって、もうそれがもう気になってっていうのがまあ今でも続いてる感じですかね。なんか掴みかけた、もうなんかその先を知りたいみたいな。で、3年経っちゃいましたです。と、にゃんこ先生、ゴルフウェアでお金かけてる部分はどこですか？自分はシャツとパンツはユニクロで、キャップと靴はゴルフメーカーのものを使ってます。なのでキャップと靴だけたくさんあります。そうですね、ゴルフウェアお金かけてる部分あんま気にしないです。どこだろう。いや、もういいなと思ったものを買うんで、私ブランドは結構バラバラですね。なんかいろんな系統のゴルフウェアがあると思います。ちょっとスポーツっぽいのもあれば、ちょっと私服っぽいのもあれば、あんまりそこは考えることないです。ゴルフメーカーのものが多いですからね、やっぱ一番動きやすい。はい。で、最後。レジェンドさん、味噌汁は白派ですか赤派ですか？基本的には赤だしですかね。赤だしです。味濃い方が好きです。基本的にしょっぱいのが好きです。はい、ありがとうございました。また何かあれば全然質問お願いいたします。森さんのインスタグラムで見た、心ちゃんが育ってる森さんのインスタグラムで見たただの杖が、あれがやばいです。あれは本当に出玉を意識した素振りができるっていうんですか、何なんですかね。あれがなんかすごくちょうどいいんですよ。長さといい、重さといい、その取っ手、杖の取っ手がなんかすごくいい感じなんですよね。あれを意識したらドライバーだけじゃなくて、基本的に
なんかブレが少なくなったっていうか、あれなんかこの棒で、まあ角ですけど、ここにあるボールを打つんだと思って右手だけで素振りしてると勝手に体すごく動くんですよ。肩を売りようとか腰から行こうとかそんな関係なく、こうバシンっていけるっていうか、肩勝手に肩も入るし、ダウンスイングもすごい手が走るというか、でもその時に下半身も勝手に動いてるんですよね。なんでそれを意識したらなんかすごく良くなりました。ぜひなんかみんな振ってほしいです、出玉を意識してそんな感じです。おすすめです、ただの杖ダイソーですあれだけで私本当に最近80代がよく出るようになってきました。なんかそのパターンもだし、アプローチもなんかあの杖のおかげでなんかこう掴めたような感じがします。うんです。70代を出すことです。年内に70代を出したいです。はい。目標です。いつもリンゴルを見てくれている皆様、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。YouTube の。YouTube のチャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。